はいえー、と光の画像の科学空間の視覚を操る」と題して研究紹介を行います今研究の最前線ではカメラの中で撮影される画像からカメラに入り込む前空間中を飛び交う光そのものを、えー、扱う、えー、取り扱う対象が広がりつつあります例えば左上のディスプレイのようにあ左側の女の子からは車の中が見えておりませんが右側の男の子からはドアの隙間からハンドルが見えてる、えー、います このディスプレイでは車から飛んでくる光全体を丸ごと細かく再現することで200方向からそれぞれの視点に応じた映像を同時に観察することができています。Nintendo3DS だと左目右目の2方向で固定視点からの立体視ができますがこのディスプレイでは100人くらいの観客が自由に動き回りながらそれぞれの方向から3次元的に対象、まあ、同じ対象を眺めることができます。 もちろん表示するディスプレイだけでなく右上のように撮影するカメラについてもちょっと規模感は違いますけどすでに商品が発売されていますこのライトフィードカメラでは中に細かいレンズを敷き詰めてカメラに入り込む光全体を混ぜ合わせることなくバラバラに撮影することができますこのような光を丸ごと扱う技術が普及していくと空間の視覚環境を作り変えることができます 例えば、強小な雑居ビルを再利用したようなライブハウスでは、左下のように柱で舞台全体が見えないということがしばしばあります。こういった邪魔な柱の向こうにカメラを置いて、その映像を観客側に見せてたりするんですが、これでは臨場感が足りません。ここれにに対して例えば柱の向こうに光を丸ごと 撮るカメラを置いてその光を丸ごとこっち側のディスプレイで再現してやれば左のお客さんから右のギタリスト右のお客さんから左のピアニストが柱が透けたように見えるというわけです。でうまく変換してやると実際見えてるところと透けてるところがシームレスにもつながるというようなことがありえるわけです。で、 こうしたまあ光に着目したアプローチに至るまでを学部時代から振り返って紹介したいと思います。で最初は記者のおもちゃを360度ぐるりと180枚取って何、えー、かできないかなということを始めました。これだけ情報があったら、えー、おもちゃの形をしら推定していろんな視点からの画像が簡単に表現できると思ったんですけども、えー、例えば実際180枚のこの画像きりたらお面のように並べてやっていろんな高さで水平に切ってやると何か意味ありげな渦巻きがたくさん出てきます。ただこれれ後ろに隠るるタイミングがあるのでな、えー、なかなか 規則性をうまく取り扱って活用すそこでまあ撮影する視点を垂直方向にも広げてあげることで、えー、見通しが良くなるだろうというところまでは示したんですけども、えー、データ量が増えて常駐性が高まるばかりでやはり本質的な規則性はうまく活用できませんでした。 でそこでちょっと大学院に入ったところで、えー、別の観点から三次元処理に取り組むことにしました。まずあの近景の男の子それから背景の家それぞれに焦点を合わせた画像を2枚、えー、撮影しておいてそこから遠景のボケを独立に自由に調整した画像を生成することにしました。 で当時は画像中から男の子の領域とか家の領域を切り出してから処理するという手法が普通だったんですけどこの切り出しは今のコンピューターでも苦手なので別のアプローチをとります、えー、すなわちそれぞれの撮影画像にある決まった四則演算を適用するフィルタ処理というものを施してそれを組み合わせるだけで、えー、所望の自由な焦点ボケの画像が得られるというわけです、えー、このような遠近 という、まあ、奥行き分布に応じた画像合成には普通はその3次元分布の推定がまずいると当時は思えられてたんですけどもそういった推定を、まあ、一切しないで所望の画像だけを直接作れるということにこの研究で気づきましたでそこでこの2枚の焦点合わせではなくて右のようにもっと連続的に焦点合わせを変えて撮影した多焦点画像の処理に取り組むことにしましたで手前の犬あるいは背景のポスターにそれぞれ焦点が合ってるのが分かると思います 一方先ほど見たライトフィールドカメラというのは実は左のようにカメラに入り込む光を、まあ、縦横各方向の視点から細かく撮影しています手前の稲は近いので視点によってよく動きますけど背景はあんまり動かないのが分かると思いますこうした多視点画像は二次元情報である画像を二次元上並べているので四次元のデータになっています でこの光線データがあるとレンズによる屈折は計算機で簡単にシミュレーションできるので右側の多焦点画像が従来から容易に合成できてはいましたで私はこれに対して逆に多焦点から多視点が復元にできるということを示しましたで光線がレンズで屈折して混ざり合ってしまった焦点目標画像からその元の光線群を分解抽出できるフィルターが見つかったんですでこの際にはリエ変換を介した周波数領域での処理になるんですけども えー、3次元に金太郎メルに並べた多焦点画像をさまざまな切断面にできることで、えー、それぞれの視点の画像左側の各視点の画像が抽出できるという規則性をここでようやく見つけることができました。 でったこうやって光線群に分解することができたらあとはライトフィールドカメラと同様多焦点を簡単に作れますでその際に中央の視点付近だけを使うことでレンズの絞りを狭くしたような画像を作ることができますすなわち左下のようにあ、えーとまあ、ピンクのクレヨン一番奥に焦点を合わせたまま手前の灰色のクレヨンのボケを抑制したりさらには全部に焦点を合わせた全焦点画像を合成することができます。 でカメラのレンズにこだわる人は右上のように円形のボケなのかそれとも滑らかなボケかというのは非常にこだわるんですけどもここも分解した後光線の強弱をつけて混ぜ合わせを直すことで互いに変換したりとかあるいはイルミネーーションをドーナツ型型とかか星型にぼししたりして遊ぶことができるようになりますでこういった処理はまあ古典的にやられていた画面全体に一応にぼけるとかそれを復元するという二次元の処理を三次元化したというふうに解釈できます。 でこれらの処理をリアルタイム化する共同研究も行っていますでフィルター処理だと、えー、画像ごとなどに並列化がしやすいのでハードウェアで,、えーでまあ、やってみると実際10倍以上になるというぐらいのスピードで感覚があります。 で実際ハードウェア化をまあプログラミングでしながら検討できる FPGA や、えー、画像処理向けにパソコンに搭載されている GPU を使って実装に成功しましたその際提案するフィルターが持つ規則性正しいあの非常に強い規則性を活用することで大幅な照明無理化や高速化を実現しています でここまで見た流れは右の焦点母けを左の光線群に分解してから再び右に戻って別の焦点ぼけを作るものでしたが左右が互いに行きできることで逆向きの流れも可能になります。すなわち最初に見たように左の多視点の光線情報が持つ莫大な冗長性を一旦右の多視点にまとめてから再び左の多視点に戻すというものです。こうすれば例えば撮影した光線群が含む雑音を冗長性を使って消し合うことができます。 えー、実際この中央の画像のように雑音がが消えて文字が読めるようになったりしますまた多視点画像を撮影する300台近くのカメラを使った場合は何台かの故障覚悟が必要で欠損視点に対応しなければならない左上のような場合があるんですがここもドーナツ型のボケを中央を埋めて滑らかにする技術を応用して意外と100台ぐらい壊れても、えー、互いに補い合ってきれいな絵を作ることができるということが分かりました。 でこれも共同研究で、えー、動画の方に拡張したり、えー、顕微鏡画像の方多焦点画像のノイズに拡張したいということをやっています、えー、ザラザラした絵が割と簡単なソフト処理で、えー、滑らかになるのがわかると思いますでもう一つの使い方としては えー、多焦点画像に変換するだけで300枚が30枚ぐらいに減るので圧縮というのに応用できますで滑らかな画像はさらに圧縮しやすいという特徴があるので全部で1000分の1まで持っていけるということで10分の1100分の1と静止画動画ときてたのが多視点画像の4次元で1000分の1だから動画にして1万分の1を狙いたいということでさらに時間軸を加えた5次元で頑張ろうと思って研究しているところですでこの場合多多点点をにに変換すると互いにしてどう 参照しやすかとかいうめんどくさい予測処理がいらなくて多焦点を丸ごと各フレームで予測していく3次元の動きを予測していくだけに本質的なシンフル処理というものが取り組めるので面白いかなと思って今やってるところです。でこの辺りをまとめた書籍を今 NIA カフェの方で割引販売中でして今回話せるとかも含めていろいろと各情報系シリーズ取りそろえてますのでぜひいらしてください。以上です